質問は子供に何を残したらいいのか。お釈迦様は悟りを開いたときに何て言われたでしょう。悟りを開いたとき、悟りを開いたときに何と言われたでしょう。聞いたことあるような気がする。わかんないときは今日もですね。いや、いろいろ、最初の言葉ですか。そうそう、人生苦なりですか。そう、人生は苦なり。なぜ人生は苦しみになるんでしょう。無常だから。無常だとなんで苦しみになるの。信じてたもの、ラギラギか。なんで人生は苦なりになるのか。なぜ人生は苦しみになるのか。ね。なんで苦しみになるんでしょう、なんで人生は苦しみになるんでしょう。真実がわからないから例えばね、私たち、私たちにとっての幸せって何だと思います。幸せ、私たちですよ、仏教においての幸せではなくて、私たちにとっての幸せっていうのは欲が満たせること。うん、違う人から認められること。幸せと私たちにとって幸せとは何か。家族とか。優越感なんですね。だから私たちは何か、価値のあるものを手に入れて、価値のある人間になろうとしている、価値のあるものを手に入れて、価値のある人間になろうとしている。これを何て言うでしょう。価値のあるものを手に入れて、価値のある人間になろうとすることを。これを教満山価値のあるものを手に入れ、価値のある人間になろうとすることを基本さなんていうが、自我、これを煩悩と言う。ところがそれは必ず苦しみになる。どうして。降りなきゃいけないというか、価値を失わなきゃいけないから。この価値のあるものが何。無常。そう、無常のものだからなんです、
無常のものを手に入れて価値のある人間になった場合、価値のある、ね、人間になろうとして、価値のあるものを手に入れて価値のある人間になろうと氷満山を登っていって、いざ老いや病や死によって価値のあるものを失った時に、氷満山を降りることができるかできないか。できない。できない。できないんです。できなくてどうする。うん、価値がないことにを認められない。うん、価値がない、価値のあるものを失うってことは価値のない人間になるわけですよね。今はこれぐらいのところにいるわけです。だけど氷満山から降りることはできるかというとできない。だから氷満山上では高いところにいるわけです、うん、そうすると僕がこの、うん、この自分の今の自分をね、徹底的に惨めだとか、うん、ダメだとか、うん、ね、悪いやつだとか、そういうふうに否定していくわけです、ね、否定してどうするかというと価値のあるところに立とうとする。ものすごく自分を本当に否定してしまうわけです、ね、これが臨終に待ってるわけです。臨終だけじゃない、老いとかによってその価値のあるものを失った時に、その今の自分を徹底的に否定して苦しむか、人を徹底的に否定して苦しむか、そうなる。そうすると価値のあるものを求めているこの過程自体も苦しみを生み出すための準備をしているわけです、ね、そうするとこの例えばいい大学に入る、いいところに就職する、ね、国際交流ができるようになる英会話ができるようになる、それで価値のある人間になろうとしなければいいんですけど、生きるための手段としてね。でもそうじゃないですよね。そうやって自分は一生懸命頑張って価値のあるところに、価値のあるところに求めていく姿が、お釈迦様は人生は苦難、こういうふうにおっしゃってる。だから普通にみんなが頑張っていく方向に普通に進ませていくと必ず苦しむようになる、うん、さて質問は子供に何を残したらいいかと、ね、子供のために氷満山を登らせることもどうですか。本人のためにならない感じがしますそう、もちろんね、いい大学に入るのは大事なんです、うん、でもいい大学に入ったから、うん、俺って頭いいんだとかっていう風になると人から嫌われるし、その自分がその立場にふさわしくないような結果を受けた時にすごく今の自分なんてダメだ、どうせダメだ、どんなに頑張ってもダメなんだ、もう行きたくない、もう会社に行きたくないってなるわけです。これがみんなこの氷満山を登ることが人生の目的だと思っている。そして氷満山をより高く登った人が人生の成功者だと言われている。でもお釈迦様は仏の眼から見られて人生は苦難と
そういうことを、ね、登っていく過程も苦しみならば、その後失って自分をダメだとか、ね、自分なんていない方がいいんだっていうふうに思っているこの状態も苦しみなんだ。これで自分がいなくなればいいって荒屋敷を壊せば、待ってるのは無間地獄。じゃあどうしたらいいんですか。どうしたら価値のあるものを手に入れることで価値のある人間になら、なろうとしない。うん、価値のあるものを手に入れて価値のある人間になろうとしないことが大事、うんね、価値のあるものに縛られない世界に出る。これを仏教では解脱という。子供には解脱を勧めるんです。下脱を進めるというのはどういうことでしょうか。下脱を進めるっていうのは、いわゆる価値のあるものを手に入れて価値のある人間になろうとしている、うん、これは何かというと、うん、この価値のあるものっていうのはこれ我なわけですよ。我、うん、っていうのは人から見た自分ってことなんです、うんね、私たちは2つの視点があるんですよ。自分が何がしたいかっていうことと、自分がどうしたらよく見られるかっていうことがあるわけです。親鸞聖人には愛欲の後悔に沈没し、妙理の対戦に迷惑して、こういうふうに言われたわけですね、うん、愛欲っていう視点と妙理っていう視点があるわけです、うん、この妙理にとらわれることが煩悩なんですね、うん、愛欲を素直に出してで、それを認めてもらえるようにすることは、これが幸せなんです。だから子供に何を残したらいいかって言ったら、ね、自分は何を思っているのかっていうことを素直にね、出せるようにすることが大事なんです。でも成長していくとね、自分の素直な気持ちは言うと否定されるんじゃないかっていうことで、否定されないように自分の心を隠してよく見せようとか得するための振る舞いをしてしまうんです、うん、そうすると自分の中身が本当にこう空虚になっていくんです。人からどう見られるか、人からどう愛されるかっていうね、そういうことをばかりを問題にして、自分の心ではどう思ってるかっていうことがこう自分で分かんなくなってくる、うん、子どもの時はね、その正直に言うんですよ、自分の気持ちはこうだああだって。でもその大人になっていくと、いつの間にやら自分の正直な気持ちを言っても受け止めてくれないので、自分の気持ちを隠して人の受けのいいことを言うようになる。そうやってどんなに高い価値を手に入れたとしても、それはこの妙理の方の価値なんです。妙理の方の価値を手に入れても、それは最後失っていくし、上がった狂乱山は下がらないんです。だけど正直に自分の気持ちを言えるようになったこの部分は、ね、これはそのもちろんね、何でも言えばいいってことじゃないけど、言い方を気をつけて、でも自分の心ではどう思ってるか、それがすごく大事なんです。
それがいつの間にかね、妙理に隠れて、妙理というのは何が正しいか何が間違っているかっていうことに消えて、本当はどう思ってるかっていうことが分からなくなっていっちゃうんです。この本当はどう思ってるかっていう愛欲の部分、この部分をいつまでもちゃんと正直に出せるように育ててあげることが子育てでは大事なんです。話を聞いてあげるとか、そういうその例えばね、例えば子供が苦しんでいたとする、でなんか聞くとね、いやいいいいっていうふうに、でも本当は言いたいことがあるわけです、うん、言いたいことが、その言いたいことをいや大丈夫だからって言って付き合ってね言わせていく、うん、特にその妙理を問題にする人ほどね、こんなことを言ったらパパに嫌われるんじゃないか、パパから白い目で見られるんじゃないか、こんな風に思ってることが分かったら嫌われるんじゃないか、みんなから見捨てられるんじゃないかっていうことが怖いんです、うんね、だから本当に思ってることをいつの間にか自分の心で押し込めて言わなくなっていっちゃうんです、うん、でも初めのうちはね、顔に現れるんですよ、なんか抱えてるな、その抱えてるのを本当にちゃんと一回一回吐かせて、うん、そんなこと思ってたのかじゃなくてね、いやそうだよ大丈夫だよと、うん、そういうふうに思っててもいいよというふうに、その人の本当に思ってることを親にちゃんと言えるような子育てをしていくっていうことが大事なんです、うん、とかく学校生活をしていくと、うん、学校の友達から嫌われないように自分の気持ちを言わなくなったり、最初のうちは言ってもみんなから否定するから、否定されるから、だから言わなくなっていっちゃうんです。で、それが言わなくなったのが親に対しても言わなくなっちゃうんです。いつの間にかそのみんなから見た自分だけで生きていくようになる。それがこの京満山の歴史の始まりなんです。だから本当の気持ちに耳を傾けて、いつでも話していいよと、本当の気持ち、例えば辛いことがあったら泣き言を言ってもいいんだよとか、苦しい時は苦しいって言っていいんだよと、本当にその思ってることを話していいんだよというふうに、とかくね、親がこうしなければならないっていうふうに思ってるとね、それに合わないようなことを言うと親の顔色が変わるわけです。そうすると、ああこんなこと言うべきではなかった、もう思ってることを隠そうっていうふうになっちゃう。でも子育てで大事なことは、その思ってることを素直に言えるように、正しさっていうことにね、絡めると正しいことに変えて自分の気持ちをまた隠してしまうのでね、本当の気持ちを言えるようにしていくことが大事なんです。例えばその宿題やりたくないとか、うん、学校行きたくないとか、例えばそういう、うん、分かったじゃあいいよと言えないかったりするんですか。それは学、ね、宿題やりたくない、ね、なんでっていうことがあるわけですよ。だから宿題やりたくないっていうのは妙理の方なんです、ね、なんで宿題やりたくないのか、宿題ができなかったのが嫌だとかね、できるところに立てないのが嫌だとか、そのできるところに立ちたいって名誉欲じゃん、ね、それができなかった時に、ね、自分は悲しくなっちゃうとか泣きたくなっちゃうとか、その泣きたくなってしまった時にね、お父さんがね嫌な顔するんじゃないかと思うわけです。だから自分はそんな悲しくなりたくない、元気いっぱいの自分でいたい、ね、そのこの愛欲の状態で生きていくっていうことは
ね、よいじもそうだったっけ、あ、ねえじゃこれつねえじゃ、はい、個列の自分に気づくってことなんです、うん、ねえってのは悪い、ね、悪い自分の中で名欲っていうものがあればあるほど自分の名欲に合わないものを悪いっていうふうに言うわけだから自分から見たら本当本心っていうのはすごく悪い心しかないわけです。だそういう悪い心を吐いてね吐いたら人は嫌ってくるんじゃないか見捨ててくるんじゃないかっていうふうに思う、ね、だから宿題をやらなければ悪い部分も見なくて済む学校に行かなければ悪い部分も見なくて済むでも本当はその悪い部分もひっくるめて親に受け入れてほしいわけですだから学校に行きたくないよ、うん、行かなくていいよじゃないわけですよ学校に行きたくないっていうのはこの名利の方の話であって愛欲の方じゃないわけです、ね、だから学校行きたくないから行かなくていいよではその人の苦しみは解決できないんですその人の苦しみは本当に自分の気持ちを分かってほしいでもその気持ちはねパパから見たら悪い心かもしれない弱い心かもしれない苦しみにも向けられない卑怯な心かもしれない人から見たら劣っているような心かもしれないそんな自分だっていうことをこう分かってしまうわけでもそんな自分でもさらけ出して受け止めてもらいたいっていうのが子供が本当に望んでいることなんですこれをさらけ出すことができないから人は価値にとらわれて狂慢山を登っていくわけです。だから子供のこの寧弱孤劣の部分をいかに受け止めてあげるかそして出せるようにしてあげるか出してそれをね自分ね子供自らねこの部分を肯定できるようにしていくことがそれが子供の幸せのためにね、親が一番できることなんです。わかりました。はい。